の鳥居と呼ばれている最近話題なスポットっぽいですね。見えてきたぞ、あれなのか。おい、うわー、これはすげえ。はい、皆さんおはようございます。僕はですね、今、香川県の三豊市という場所にいます。というわけで、これから香川県の絶景を巡っていきたいと思います。改めましておはようございます。現在時刻、朝の6時半過ぎですね。朝早いです。香川県の絶景スポットは何個かあるんですけども、結構ね、人気スポットっぽいんですよね、どこも。割と簡単に行けるような場所に集まっているような印象があって、なんか秘境とか山越えてとかそんな感じじゃないので、多分ね結構気軽に観光客の方とか地元の方が行くんじゃないかなって思うんですよね。まあ、だからある程度こう人がいなさそうな時間を狙って行くことも一つ大事なのかなって思ってますね。まあそんなこんなでこんな朝早くに行こうと思っている次第です。いやー、にしてもどん曇りだなぁ。分厚い雲に覆われてますよ。いや、今日はね、でもこの後晴れるって予報なんだけどね。まあ、こんなこんなで行ってみたいと思います。すげえ、おぉ、晴れてきた。あっちの方は晴れております。めっちゃ気持ちええやん、これ。やったー、青空や。イエーイ、晴れてきました。香川は小豆島も含めて山が多いな。山も海もあるからいいよね。次の絶景スポットは天空の鳥居と呼ばれている最近話題なスポットっぽいですね。天空の話題って何って感じですけど、空の中に鳥居があるんですよ。空に鳥居はどういうことだろうって、まあ、ちょっとこういろいろ興味をね持ってるんで、どんなものか実際この目で見ていきたいと思います。いやー、天空だけあってね、登ってくねー。どんどん登ってくよ。登れるの？登れんの？オッケー。やべえ、こっから結構やべえ道通るな。すごい道通ってきますね。結構登ってくし、狭い。これ原付バイクだからいいけど、車だったらすり抜けが難しいくらいの道幅ですね。やっぱり簡単には行けないですね。ここが駐車場か。ここは歩いて行けということですな。よっしゃ、着いたぜ。誰もいなそう。朝って最高かよ。すごい、ここバスで来れるんだね。150m、ちょっと歩きましょう。結構急、これ結構急だわ。すごいな、さすが天空。結構急だから距離はそんなないですけど、ちょっと疲れますね。ふう、トイレも自販機もあって安心ですね。おお、あれか、見えてきた、見えてきたぞ。あれなのか。おい、うわ、すげえ。うわ、これはすげえ。これはほんまや、天空や。天空の鳥居、すごい。鳥居もすごいけど、この景色に目がいっちゃう。すごっ。すげえ、こんなところに自動販売機があると思ったら、うどんだよ。うどん、さすが香川。すげえな。天空の鳥居にうどん売ってるよ。いやー、めちゃくちゃすげかったわ。ほんと天空の鳥居。こんな鳥居、他にない気がする。めちゃくちゃ貴重な絵ですね、あれは。最初に見た瞬間の、うわ、すごーっていう、その気持ちの高鳴り半端なかった。めちゃくちゃ絶景だったな。めちゃくちゃ来る価値ある。絶対来た方がいい、ここは。本当に絶景だった。まあ、バスも出てるみたいだしね。自分だけの天空の鳥居を満喫したかったら、多分平日の朝とかに行くのがおすすめです。僕は平日の朝来ました。ぜひこの天空の鳥居訪れてみてはいかがでしょうか。こんな感じでね、僕のチャンネルでは原付バイクで行ける絶景スポットを紹介しております。原付バイクで行けるっていうことは、当然ね、車でも行けるし、大きいバイクでも行けます。頑張ったら自転車でも行けるよね。まあ、そんなような場所ですね。を紹介しています。日本にもまだまだたくさん絶景スポットがあると思うので、皆さんぜひ絶景スポット巡りやってみてはいかがでしょうか。というわけで、今日も動画を見ていただいてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらいいなボタン、もしくはチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の絶景でお会いしましょう。バイバーイ。